どうも、ハチコ TV チャンネルのゆきです。はい、本日の都市伝説なんですが、本日はですね、世の中には絶対にかけてはいけない電話番号というものが存在しております。今回はそんな中からですね、かけた人間を地獄に引きずり込む電話番号、こちらを紹介していきたいと思います。444-4444-4444。この番号は4という数字のみで構成されている、なんとも不気味なオーラを放っている電話番号で、目にするだけでも不気味さを覚える人がいるかもしれません。しかし不気味なのは見た目だけではないのです。なんとこの電話番号は地獄もしくは死後の世界とつながっているというふうに言われています。この番号に電話をしてしまうと、その4日後にかけた人間のもとに異形の怪物が現れて、あの世に引きずり込もうと襲いかかってくると言われています。なお2016年に444-4444-4444に電話したことある人いるというスレが立てられました。このスレッドのスレ主によると、今から10年前に自宅の布団の上でくつろいでいる時、不意にこの番号のことを思い出して、好奇心が赴くままに携帯電話を手に取り連絡をしたそうです。そして数回コール音の後、何者かの電話につながってしまったそうです。そこからお互い長い沈黙を続けていたところ、突然聞き取るとが極めて難しい謎の音声が聞こえてきたそうです。その後それに焦ったスレ主は電話を切ったのですが、少し間を開けてから見知らぬ番号から電話がかかってきたため、好奇心で応答してみることにしたところ、電話口からアプテプリュテプリュララという、まるで早送りをしたような意味不明な音声が聞こえてきたそうです。そしてその翌日も同じ番号から電話がかかってきたそうです。そこからスレ主はこの言葉の意味を理解してはいけない気がするという直感のもと、同様の番号からかかってくる電話をすべてスルーしたところ、それ以降連絡は一切来なかったそうです。世の中にはね、本当にかけてはいけない番号も存在するのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。いや、なんかこういうのもね、いろんなパターンあって、こういうね、やっぱあれが残ってたりするっていうとね、やっぱちょっと本当にね、かけちゃいけない番号もあるのかなっていう気がしてきますよね。こういうね、都市伝説もガンガンやっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。